お前ら愛してるぜ。どうも後藤輝樹です。今回は大殺界の、過ごし方、を言います。大殺界っていうのは、細木和子先生の、六星占術っていう占いがあるんですけども、その12年間の周期の中にで3年間連続して悪い運気がある、まあこれ裏運気って言ったりするんですけども、その3年間をどう過ごしたらいいのか。まあ、ゲッターズ飯田さんの占いとかでも書いてあったりするんですけども、大殺界のその3年間っていうのは、普段と違う自分で過ごすみたいな。まあ、俺いつも、俺様じゃないですか。俺様後藤輝樹さん、俺様神様後藤輝樹様ってやってますけど、西暦2016年までは、後藤輝樹様ってやってたんですよ。後藤輝樹様の、オフィシャルサイトってやってたんですよ。で、俺、西暦2017年、18年、19年、今年の19年、この3年間大殺界なんですよ。だから僕は、俺様っていうのをやめて、2017年、2018年、2019年、様付けを外してたんですよ。で、普段と違う。で、俺いつも一人でやってたりするんですよ。一人でやって、誰かと絡んだりしなかったりとか、もう、なんつうんだろう。結構インドアというか、結構、まあ、引きこもるタイプ。まあ、引きこもって、その厳密に言えば引きこもりじゃないですけど、そのなんかあんまり、孤高というか、お前らと絡むかボケみたいな、そういう感じだったんですけど、まあ、去年とか、まあ、2017年、2018年とか、なるべくね、積極的に、人と絡んだりして、まあ、普段と違う自分を、過ごした。勉強させていただいた。まあ、そういったね、僕は大殺界を過ごしてたんです。で、2017年、2018年、2019年、3年間。で、来年から趣旨の年で、新たなスタート、始まりの年なんです。で、まあ、ゲッターズ飯田さんとかの占いによると、そのまあ、半年ぐらい前からその影響があるみたいな、あって、もう、2019年のもう後半に入ってるんで、もう新たなその趣旨、始まりの時間に差し掛かってる。っていう状態で、僕はもう後藤輝樹様っていう形でも本来の自分として、今まで以上に、打ち出していこうかなっていう、感じで僕はこの大殺界を過ごしていたんですね。はい。だから昔はね、なんか後藤輝樹様でやって一旦外してまたこう復活したっていう、そういう形になってるんですけども、まあ、僕なんかで言うと、僕なんかのそのオリジナルで言うと。春夏秋冬ってあると思うんです、運気って。だ種子とかの、種子から始まって、その春夏秋冬で、秋が収穫の年で3年間いいんですよ。で、冬が3年間悪くなるみたいな、そういう感じがあるんですけども、なそれは僕はよく詳しくわかんないんですけども、まあ、春夏秋冬とか、占いって春夏秋冬とか、まあ、天気晴れの日もあったり雨の日もあるっていう感じだと思うんです。だから雨の日は例えば、外に出て過ごさないじゃないですか。晴れの日に外に出てなんかこう、アクティブに動くとか。雨が降ってたら室内でちょっと静かにしてるみたいな。そういうイメージがあると思うんですよ。だから大吉、大凶とかでも、大凶だったら、ちょっと今日は寒いし、雨降ってるからちょっと、インドアでできることをしようとか、室内でできることにしようとか。もしくは外に出なきゃいけない場合は、傘を差して、外に出ようとか。レインコートを着て外に出ようとか。まあ、そういう、例えで言ってますけど、そういう感じで僕は過ごせばいいんじゃないかなと思っているんですね。なので、大殺界は、例えば春夏が秋冬で言ったら冬の時代。で、まあ、晴れか雨かって言ったら雨の時代。時期。なので、そういった過ごし方、寒い日なりの過ごし方、雨が降ってたら雨が降ったなりの過ごし方。まあ、今の現代においては、雨降ってても過ごすことは可能ですし、寒かったら暖房をつければいいとか、そういった科学技術の力があるので、それを駆使しながら、併用しながら、大殺界を乗り過ごせば、うまくいくかと僕は思っているんです。で、幸いね、大殺界この3年間、特に、不幸なこともなく、すごいハッピーでした。裏運気の生き方をしたのかもしれないですし、僕もそういう風に、雨の中の過ごし方、冬の時代の過ごし方、時期の過ごし方、そういう過ごし方をしたおかげか、もうおかげさまでハッピーでした。もう、でも嫌なことは、まあそれなりにあったりもしましたけど、よくよく思い出せば嫌なことあったりしましたけど、うん、でも結構俺はそんな根に持たないタイプですし、うん、でもまあ大作家にっていうイメージからしたら結構ハッピーでした。ということで、後藤輝樹流の、大作家の過ごし方でした。ということで、後藤輝樹流愛を込めてお前ら愛してるぜ。